が起こって火山を爆発させる溶けた氷の中に恐竜がいたら玉乗りしこみたいねチャラへチャラ君たちはあっちかあお父さんわりわりさて修行始めっかよしそれじゃ2人まとめてかかってこい2人まとめてだとなめられたものだなご飯本気でやるぞやつに一泡吹かせるつもりで思いっきりやれはいお前たちの力見せてもらうぞじゃんどうしたそんなもんかすごいひるむなご飯俺もお前も強くなっているんだよっはっよっはっはっはいよっはっはいやっはっよっはっよっふりはいよっはっよっどうやるじゃねえかおめえらまだまだ行くぞごはんはいごっさんほらほら伊達に1年も遅れて帰ってきたわけではないようだそういうおめえたちこそなかなかやるなさすがお父さんださすがあのフリーザを倒しただけのことはあるなおめえたちもフリーザより強くなってもらうからなそんな僕なれるのかなよし今日は小暮にしておくかうんまあよかろう僕も頑張らなきゃごはんおめえ強くなったなそうかなガキの頃からあのベジータやフリーザを相手に戦ってきたんだ強くもなるだろうだなここにいるとピッコロさんと修行してた時のことを思い出しますねお前がメソメソ泣いてたことかそうかおめえたちオラが死んじまってた時ここで修行してたんだなうんピッコロさん厳しくて使えんガキには用はなかったからなまあ少しは使える程度にしてやったがすまねえなピッコロおかげでご飯もここまで腕上げることができたもしかしたらあっちゅう間にオラたちよか強くなっちまうかもしんねえなお父さんたちを超えるだなんてうんそれくらい強くなってもらわなければ困る今度オラもしっかり修行つけてやっかんな3年後みんなを驚かせてやろうぜごはんはいそういえば他のみんなはどんな修行してるんだろうベジータの野郎は相変わらず一人で生きがっていたようだななにベジータなら大丈夫だ奴が修行したという重力をコントロールできるトレーニングルームあれさえあればあんなものを作れるのはあの女の親父だけだどこにやがるあの女の親父はどこだここにいたか。なんじゃ、何か用かね。前に頼んでいたトレーニングルームの件はどうなっている。大体の組み立ては終わっているんだが、あと少し材料が足りなくてな。材料だと？そりゃあお前さんのパワーに耐えられるものなんだぞ。生半可な強度で作るわけにはいくまい。回りくどい話はやめろ。必要な材料を持ってくれば作れるんだろうな。まあそういうことだよ。集めてきてほしいのはね。と必要なものは以上だね。それを集めりゃいいんだな。取ってきたぞ。これで文句はないだろう。材料さえあれば大して時間はかからんから、ちょっと待ってなさい。さあできたぞ。カカロットのやつは100倍の重力で修行をした。ならば俺は300倍の重力で修行してやる。作ったわしが言うのもなんだが、むちゃくちゃだぞ。ベジータ君の体重が60キロだとしたら18トンにもなるんだぞい。たかがやつの3倍だ。俺にできないはずがない。ベジータのやつ300倍の重力でトレーニングするなんて言ってたらしいけど、何考えてんのかしら。ベジータ、何してんのよ。黙れ。俺のことは放っておけ。あ、そう。じゃあ好きにすれば。なぜだ。なぜ俺は奴に勝てない。俺はサイヤ人の王子なんだぞ。まったくバカな奴なんだから。呆れた。あんたずっと修行続けてたの。その様子じゃまだまだお先真っ暗といったところみたいね。いっそ孫君に聞いてみたら。スーパーサイヤ人になる方法を。そんなことをするくらいなら死んだ方がマシだ。じゃあ死んでみる？なんだと？トレーニング用のシミュレーターにあんた向きの相手を用意しておいたわ。勝てるかしらね。ふざけるなよ女。俺を誰だと思っていやがる。サイヤ人の王子ベジータ様なんでしょう。決まりね。健闘祈ってるわ。あとあんたもブルマっていう私の名前くらいいい加減覚えなさいよ。私を誰だと思ってんの？あの女。ここはカカロットと戦った荒野か。ということは何？相手はカカロットでなく俺だと？喜ぶがいい。貴様のような出来損ないが超エリートに遊んでもらえるんだからな。あの女ふざけやがって。努力だけではどうやっても越えられる壁を見せてやろう。俺は越える。カカロット、そしてこのムカつく俺を。貴様の力を見せてみろ。それとももう使い果たしたか。この俺が見せてやろうか、超エリートの圧倒的パワーを。覚悟しやがれ。許さん。絶対に許さんぞ。許せんのはこんなところでくすぶっている俺自身だ。だとしたらとんだ期待派。これに限界などあってたまるか。俺は俺を超える。カカロットを追いかけるだけの俺などぶっ倒してな。あら、物足りなかったみたいね。貴様、ムカつくもんを作りやがって。冗談よ。いやねえ、もっとだ。え、お前が言った通り物足りんと言っている。もっと強い相手を用意しろ。ちょっと、何を偉そうに。俺が強くなって3年後に人造人間どもをぶっ倒してやる。それで文句はなかろう、ブルマ。分かったわよ、もう。あら、今私初めてブルマって名前で呼ばれたんじゃない？俺はカカロットを超えるぞ。見ていろ、カカロット。俺がナンバーワンだ。今食ったぞ、父。ただいま。いやー、今日もいい汗かいたな。悟空さん、ちょっとええだか。どうした父？おら、腹減っちまって。腹が減っちまってじゃねえだ。オラは腹が立ってるだ。たまには隣山のご主人さん見習って車で買い物にぐらい連れてってけろ。だってうちにはそんな車もねえし、大地、オラ免許なんて持ってねえぞ。だったら免許取りに行けばいいだ。今時免許の一つも持ってねえのは悟空さくらいのもんだ。ピッコロも持ってねえぞ。俺がそんなもの持つか。だったら2人で教習所に通うだ。これも一般常識の修行のうちだ。2人とも修行好きだし当然断れないべ。なぜ俺まで。次の日、父の叱責を受けた悟空とピッコロは自動車の免許を取るためしぶしぶ教習所に向かうことになった。はい、それでは教習を始めましょうね。こうなってしまった以上仕方がない。孫悟空、たとえ車の運転だろうが貴様には負けんぞ。よし、分かった。これも修行だ。オラも本気でやってみっか。そんなに気合を入れなくてもいいんですけど。大丈夫かのう。安全運転でいいんじゃよ。よし、オラの勝ちだな、ピッコロ。なんですかこの二人は。もう一度勝負だ、孫。ちょっと待ってください。免許は勝負じゃありません。安全に車を運転するためのものです。そんなことはどうでもいい。俺は孫に負けたことが気に食わんのだ。へへオラもようやく慣れてきたとこだ。ピッコロ、次はお手芸本気の勝負だな。なんじゃと望むところだ。なんですか。行くぞ、孫。はい、クロン。うわー、蹴ったぞ、父。悟空さん、どうだっただ。へへ、そりゃもうバッチリピッコロに勝ったぞ。ち勝った？よくわからねえが、それじゃあ免許は悟空さんが取れたのけ？それがさ、なんだかよくわかんねえんだけどさ、先生がオラたちの運転にビビっちまったみてえでよ。免許はやるからもう来ないでくださいってさ。それって半分投げ出されたんじゃ。まあとにかく免許は取れただな。おう、よかっただ。これであとは車を買えば念願の家族ドライブが。でもさ、オラたち車とかいろいろぶっ壊しちまったから、後からお金払ってもらうって言ってたぞ。え？オラお金のことよくわかんねえからさ、後のことはよろしくな、父。なよし、そんじゃオラたちは修行に戻ろっか。おい、父、大丈夫か？トランクスの警告から3年の月日が流れ、ついに5月12日がやってきた。ごはんちゃんも悟空さんもピッコロさんも気ぃつけてな。本当に弁当持ってかねえか？いいよ、ありがとう。すまねえ、父。じゃ、行ってくる。いや、気のせいか。孫悟空、どうだ。正直言って今度の敵、勝てると思うか？見てもいねえのに分かりっこねえさ。やってみてから答える。おい、ごはん、張り切って飛ばさねえでも間に合うかな。戦う前に力はなくなんねえようにしろよ。あ、南の都の南西9キロ地点。あれだ。未来から来たトランクスが告げていた約束の日。約束の場所に集まった戦士たちを最初に迎えたのは、人造人間を一目見に来たブルマと、ブルマが抱きかかえていた一人の見知らぬ赤ん坊だった。赤ん坊の名はトランクス。ベジータとブルマの間に生まれた子供である。そのことを知っていた悟空以外のみんなは赤ん坊に驚いていたが、人造人間が現れるであろう時間が迫り、空気が張り詰めていく。そして悟空たちが警戒する中、突然町の方から火の手が上がったのである。街中で爆発だ。人造人間の仕業なのか。ダメだ、ここからじゃわからない。どういうことだ。まるで気を感じなかったぞ。そうか、人造人間だからだ。だから気なんてないんだ。なんだと。どこだ、どこにいる。気を感じないのであれば直接目で探すしかあるまい。よし、みんな散って探そう。発見したらすぐみんなに知らせんだ。ごはんはさっきの爆発に巻き込まれた人たちを助けてやってくれ。はい。予言された襲撃、人造人間現る。行くぞ。くそー、人造人間はどこだ。トランクスに奴らの写真でも見せてもらえばよかったな。気を感じられねえっちゅうは思ったより厄介だな。天津飯。そうか、こっちはまだ見つからない。オラもだ。もっと他のとこも探さねえと。目的ならとっとと出てきやがれ。クリリン、ちはどうだ。ダメだ悟空、怪しいやつは見なかった。そうか、見つけたらすぐにみんなに知らせてくれ。他のみんな見つけられたんか。どうだピッコロ。見つからんな。全く気配が読めん。気ぃつけてくれよピッコロ。大きな毛が乱れ減っていく。これはヤムチャか。ヤムチャ。ヤムちゃんまだ生きてる。仙蔵さっきんとこに置いてきちまったから連れて行って食べさせてくれ。わかった。貴様らが人造人間か。不思議だ。なぜ我々が人造人間だと分かったのだ。それにここに現れることも分かっていたようだな。なぜだ。さあな、力ずくで聞き出してみたらどうだ。そうしよう。待て、ここじゃ犠牲がでかい。誰もいねえ場所に移ろう。おめえらもいいな。誰もいない場所へか。いいだろう。好きな死に場所を選べ孫悟空。なんで孫の名を。お前たちもわかるぞピッコロ。そして天津飯だろう。わけは後で聞こう。行くぞ。なんでオラたちの名前を知ってんだ。お前が壊滅させたレッドリボン軍の人造人間だから悟空の名を知っていてもおかしくはないが。まさか俺たちの名前まで知られているとはな。いい加減にしろ孫悟空。どこまで行く気だ。この場所にしろ。貴様らには選ぶ権利などないのだぞ。さあ戦う前に教えろ。なぜオラたちのことを知ってんだ。いいだろう、教えてやる。孫悟空、貴様をずっと偵察していたのだ。超小型の虫型スパイロボットを使ってな。天下一武道会の時もピッコロやベジータとの戦いの時も貴様が我がレッドリボン軍を滅ぼした以後研究をし続けたわけだ。いかにすれば孫悟空を倒すことができるか。オラへの恨みか。そうだ、貴様のせいでレッドリボン軍世界征圧の夢は消え去ってしまいドクターゲロだけが残った。まるで貴様自身がドクターゲロのような言い方だな。バカを言うな。私はドクターゲロの作り上げた人造人間20号だ。ドクターゲロは死んでこの世にはもういない。なるほど。だがナメック星での戦いもスパイしたんか。そんな必要はない。ベジータたちとの戦いまでで貴様のパワーや技は完全に把握した。一番肝心なことを調べ忘れちまったらしいな。おめえらの負けだ。何？致命的だったな。スーパーサイヤ人のことを知らなかったとは。ほう、だが我々が慌てるほどのものではない。19号でも十分に倒せるレベル内だ。あ、そう。じゃあ早速その強さを見せてもらおうかな。よっ早く勝負つけないとまずいかもしれない。孫悟空はなぜか勝負を焦っている。すでに全力に近い飛ばし方だ。それなのにあのざまは何だ。吸収した。孫、気候派の類は撃つな。こいつら手から気を吸い取るぞ。気を吸い取る？冗談じゃねえぜ。おい、孫のやつ様子が変だぞ。まさか未来から来たやつの言っていた心臓病が発症したのか。なんだって、もう薬で治したんじゃなかったのか。俺やご飯と一緒に修行していた時はまだ発症していなかったはずだ。くそ、まさかこんな最悪のタイミングで発症するとは。どうしちまったんだ俺の体。いやはっ、あっカカロットを倒すのはこの俺の役だ。貴様らガラクタ人形の出る幕じゃねえ。ベジータ、さっきはあっちの方ですごい気を感じたけど今は弱まってる。戦い終わったのかな。ご飯、クリリンさん、イヤムチャさん、お二人ともどうしたんですか。俺が人造人間にやられてクリリンに先頭で助けてもらったんだ。残りの先頭も持ってきた。早く悟空たちと合流しよう。あそこだ。どうやら未来から来たやつが言っていた心臓病を発症したらしい。そんな誰かこいつを家に連れて行ってあの時受け取った薬を飲ませてこい。俺が連れて行こう。情けないが俺が一番役に立ちそうにないからな。貴様の相手はこの俺だ。20号、どうか私にベジータを始末させてください。まあよかろう。その代わり残りの4人は私がいただくぞ。貴様らは噂ほどとんでもない玉じゃなさそうだ。そうかな。貴様の戦闘データはすでに知り尽くしているのだぞ。計算だけでわかるもんじゃない。俺たちサイヤ人はな、知りたいもんだ。人造人間でも恐怖に怯えるのかどうか。ベジータさんもスーパーサイヤ人に。俺はただひたすら強くなることを願い特訓を繰り返した。そしてある時俺は自分の限界に気づいた。その自分への怒りで突然目覚めたんだ。スーパーサイヤ人がな。何に変化したところで所詮我々人造人間にはかなうものではない。奴の薄ら笑いをすぐに凍りつかせてやる。スーパーサイヤ人となった俺にかなうものなどいない。さあ行くぞ。何をしても無駄だ。エネルギーはもらったぞ。貴様ら痛みを感じないんだろう。ラッキーだったな。どうした貴様ら、ガラクタ人形の計算が狂ったか。エネルギーはもらったぞ。恐怖を感じるのか、人形野郎でも。食らえ！こいつがスーパーベジータのビッグバンアタックだ！火を蹴られた地球が怒って火山を爆発する。